アンダーソンは、アメリカ合衆国インディアナ州中央部北東寄りに位置する都市、同州マディソン郡の郡庁所在地である、州都インディアナポリスの北東約 55km に位置し、同市の都市圏に含まれている。人口は1970年に7万人を数えたのをピークに減少傾向にあり、2020年国勢調査時点では5万4788人。 1827年に創設され、氏名はレナペ族の州長をウィリアム・アンダーソンにちなんで付けられた。1880年代に天然ガスが発見されると、インディアナ州の天然ガスブームにおける中心地の一つとなった。1910年代にはガス資源が枯渇したが、その後は自動車産業が発展した。1940年代後半には、 わずか1シーズンではあるものの、NBA のチームも置かれた。アンダーソンには、ホーリネス運動及び、福音主義の流れを組む、チャーチオブゴッドの本部が置かれ、同郷派系のアンダーソン大学がキャンパスを構えている。また、市の中心部は、アンダーソンダウンタウン歴史地区に指定されており、パラマウントシアターや、グリーンウォルドハウスといった歴史的建造物が、立ち並んでいる。 今日のアンダーソン氏がある。この地には、ヨーロッパ人が入植する2000年近く前に、古代のネイティブアメリカンが住み着き、アデナ文化や、ホープウェル文化が起こっていた。市の東、ホワイト川の東岸に広がる、マウンズ州立公園には、紀元前160年頃、宗教的な儀式のために作られたと考えられている。塚が10基残っている。ウィリアム・アンダーソン州長、ペンシルベニア州。 アンダーソンズ・フェリーで、サスケ・花川の渡し船を運航していた、スウェーデン系の父と、レナペ族の母の間に生まれたウィリアム・アンダーソンは、ヨーロッパ人の入植が進むにつれて生まれた土地を追われ、オハイオへ、さらに1795年のグリーンビル条約で、オハイオからも追われてこの地へと移ってきた。その後1818 18年、アンダーソン州長とその部族は、 オハイオ州セントメアリーズで結ばれた条約によって、この地からも追われ、ミズーリ州へ、そして最終的にはカンザスジュン州へと移り住んだ。やがてこの地にも入植者が移り住んできた。最初の入植者の一人であったウィリアム・コナーは、ジョン・ベリーとその妻さらに土地を売却した。その後、ベリー夫妻は、ペンドルトンにあったマディソン軍の軍長者をこの地に移す、ことを条件として、 32エーカーの土地を軍に寄付した。こうして1827年にジョンベリーはアンダーソンの街を区画し、翌1828年に軍庁舎がアンダーソンに移された。このアンダーソンという名は前述のウィリアム・アンダーソン、州長にちなんで付けられたもので、入植初期にはアンダーソンタウンと呼ばれていた。また、モラビア兄弟団の宣教師たちにはザ・ヒーザンタウン・フォーマイルズ、 アウェーと呼ばれた。1837年、ウォバッシュエリー運河の支流となるセントラル運河の建設が計画され、その流路がアンダーソンの中央部を通ることがわかると、流路沿いの成長と開発が進むものと期待された。翌1838年には人口350人で調整を施行した。しかし、1837年強行の影響で、 運河の建設計画が白紙撤回されると、アンダーソンは町としての法人格を失い、非法人の村へと降格した。やがて教皇の影響をも過ぎ去った1849年、アンダーソンでは商業が発展し、二度目の調整を施行した。しかしこの調整も長くは続かず、1852年には再び村に降格した。しかし、 同年にインディアナポリスベルファウンテン鉄道が開通し、アンダーソンに駅が設けられると、これが助けとなって、翌1853年には3度目の調整を施行した。ここから3度降格することはなく、1865年8月28日、アンダーソンは人口1300人で姿勢を施行した。鉄道についで市の成長の起爆剤となったのは、 1887年3月31日に発見された天然ガスであった。安価で豊富なガス資源によって様々な産業、ことにガラス製造業が発展し、市の人口は急増した。この経済的成功によって、アンダーソンはザ・ピッツバーグ・オン・ホワイト・リバー、ないし、クイーン・シティ・オブ・ザ・ガスベルトと呼ばれた。チャールズ・ウェル・ヘンリー・ユニオン・ビルディング。 ユニオントラクションの本社はこのビルの最上階のワンフロアを占めていた。天然ガスブームの最中、新しい交通手段も生まれた。アンダーソンの南、ハンコック軍出身の元州議会上院議員、チャールズ・レール・ヘンリーは、1891年にアンダーソンのラバ鉄道も買い取り、翌1892年には電化した。連邦議会会議員に選出された後、 1897年には、ヘンリーは、インディアナ周発の電鉄会社となった、ユニオントラクション社を設立し、その本社をアンダーソンに置き、アンダーソンとその北のアレクサンドリアとの間に、初めてのインターアーバン路線を開通させた。その後、ユニオントラクションは、インディアナポリス、マリオン、マンシー、ココモと、州中央部、北東部を中心に次々と路線を開通させた。 オハイオ州出身の発明家、ジョン・ウィリアム・ランバートが、アメリカ合衆国史上初めての自動車を発明、生産したのもこの頃であった。1891年、ランバートは1気筒のガソリンエンジンを積んだプロトタイプ、バックアイガソリンバギーを発明し、オハイオ州北西部のオハイオシティで試運転を行った。翌1892年には、ランバートは、 バックアイマニファクチャリング社を設立して、アンダーソンに、その生産拠点を置き、ランバート自身もアンダーソンに移り住んできた。同社は、第一次世界大戦時下で、軍需工場に転用されるまで存続した。バックアイマニファクチャリング社の工場で量産された、ランバートの自動車しかし1912年、天然ガス資源は枯渇し、ブームも終焉した。数多くの工場が市外へ流出し、 雇用が失われた。それに対し、1905年に結成された商業クラブは、市に産業をできるだけ残すべく、レミーブラザーズをはじめとする市内企業の説得に当たった。その結果、デルコレミーやガイドランプがアンダーソンの地域経済を支える企業として残り、その後他の自動車関連企業も市に流入した。やがて、 ゼネラルモーターズはアンダーソンに20カ所もの工場を置き、2 2千人以上の雇用をもたらし、その福利構成をも含めて、同社の企業浄化町の一つとした。自動車はアンダーソンに新たな産業をもたらしたが、その一方でインターアーバンの時代の終焉も招いた。チャールズ・ウェル・ヘンリーの死後、1930年には、ユニオントラクションはインディアナ鉄道に統合された。 しかし、高規格道路の整備が進み、自家用車の普及率が上がり、都市間交通がグレーハウンドをはじめとするバスにとって変わられる中、インディアナ鉄道は競争列位に立たされるようになっていった。1931年にアンダーソン・マリオン間が廃線になったのを皮切りに、州内各地で次々とインターアーバンの廃線が進んだ。そして1941年1月19日、 最後の電車がアンダーソンを立ち、この地域におけるインターアーバンはその役目を終えた。第二次世界大戦後、アンダーソンにはわずか1シーズンではあるものの、北米4大プロスポーツリーグのチームが置かれたことがあった。1946年にナショナルバスケットボールリーグのチームとして創設されたアンダーソンパッカーズは、1949年にリーグと共に、 NBA に交流し、その創設メンバーチームの一つとなった。パッカーズは NBA 最初のレギュラーシーズンを37勝27敗、西ディビジョン2位で終えて、プレーオフに出場したが、NBA セミファイナルで、そのシーズンの NBA ファイナル勝者となった、ミネアポリス・レイカーズに敗れた。しかし、この好成績にもかかわらず、 翌1950から51年のシーズンには、パッカーズは NBA を脱退した。1970年には、人口7787人を抱えて、ピークに達したが、1970年代以降、中内、及びラストベルトの多くの工業都市と、同様、アンダーソンは脱工業化の中で、次第に衰退していった。最盛期にはアンダーソンに二十カ所の工場を置き、 22000人以上を雇用していたゼネラルモーターズも1970年代後期から徐々にその工場を閉鎖し始め2000年代にはパーツ工場に箇所を除いて全て撤退、同社のもたらす雇用も1、10程度に激減した。それ以降は地域経済も自動車産業依存から脱却せざるを得なくなり、高く化しつつあるものの失業率が高止まりし、 ゼネラルモーターズ元社員に対する福利構成費が財政を圧迫するなど依然として脱工業化の爪痕が残っている上空よりアンダーソンを望む画像上側は西アンダーソンは北緯40度6分27秒成形85度40分43秒北緯40.10750度成形85.67861度 40.10750-85.67861に位置している。市は、インディアナ州中央部北東より、マディソン郡南部にあり、州都インディアナポリスからは北東へ、約5 5トルである。アメリカ合衆国国政調査局によると、アンダーソン市は総面積108.03平方キロメートルである。 そのうち107.74平方キロメートルが陸地で0.29平方キロメートルが水域である。総面積の0.27%が水域となっている。市の標高は269メートルである。市内の街路は周辺部ではやや入り組んだところもあるものの、市中心部においては整然と区画されている。市中心部付近を東西に通る通りには数字がついており、 南へ行くほど数字が大きくなる。東西に通る通りは、市中心部のメインとなる通りである、メリディアンストリートを境に、東と西に分かれている。一方、南北に通る通りには、南と北の区別はない。また、市中心部には、ランドマークとなっている、パラマウントシアターをはじめとした歴史的建築物が、立ち並んでおり、アンダーソンダウンタウン歴史地区として2006年に、 国家歴史登録財に指定されている。アンダーソンの気候は暑く湿気の多い夏と寒い冬に特徴付けられる大陸性の気候である。最も暑い7月の平均気温は摂氏24度、最高気温は摂氏30度に近くなり、日中摂氏32度を超えることは平年で月に七日程度である。しかし、最低気温は摂氏18度まで下がり涼しくなる。 最も寒い1月の平均気温は氷点下摂取2度、最低気温は氷点下摂取7度まで下がる。降水量は、春季、夏季の4から8月は多く月間90から105ミ、mm、リメートル、冬季の1から2月は少なく月間60ミリメートル前後、その他の月は月間75から80ミリメートル程度である。また、冬季の12から3月の降雪量は、 月間7から1 5トル程度である。年間降水量は約 1010mm、年間降雪量は約4 9トルである。欠片の気候区分では、アンダーソンは計算上は温暖湿潤気候に合致するものの中西部に広く分布する冷帯湿潤気候に分類することもある。マディソン郡長舎アンダーソン視聴者アンダーソンは、視聴性をとっている。市長は、 市の行政機関の長であり、州法の定めに従ってその職務、及び責務を遂行することを求められている。市長に加えて、市書機関、市裁判官、及び市議会議員は、市の条例により、選挙によって選出されると定められている。市の立法機関である、市議会は9人の市議員からなっている。そのうち6人は市を6つに分けた、小選挙区から1人ずつ選出され、 残りの3人が全市から選出される。市議会の議長は市議員の中から選出する。20世紀中盤にはゼネラルモーターズの企業城下町の一つとして発展したアンダーソンも同社の撤退によって自動車産業依存からの脱却、地域経済の多角化を余儀なくされている。2000年代以降においては市内の病院が被災大の雇用種となっている。加えて 2007年に置かれたネスレの工場もアンダーソンにおける大きな雇用種となっている。ゼネラルモーターズの工場の多くは1940から50年代に建てられたもので、21世紀の建築基準に合致するものではなく、従って売却もままならないのが実情ではあるが、やはり2000年代中盤以降、なんとか売却できた工場後からはスタートアップ系。 ベンチャー企業が生まれてきている。その中の一つであった2008年に創業したブライトオートモーティブは 100MPG の燃費を誇るプラグインハイブリッド版を生産していた。しかしエネルギー省の先端技術自動車製造に対する融資プログラムを受けることができなかったために資金繰りがつかなくなり2012年に倒産した。ゴーエレクトリックは2011年に アンダーソンで創業した UPS やマイクログリッドなどの電源技術、ソリューションを提供するスタートアップ系ベンチャー企業である。同社はアンダーソンの本社のほかホノルル及びサンフランシスコに事業所を置いている。2017年には同社は陸軍工兵隊建築エネルギー研究所のマイクログリッドを受注した。2019年同社は フランスの電池製造大手、サフトの参加に入った。2012年に創業し、ホンダ車の内外装の塗装を行っている、グリーンビルテクノロジーアンダーソンは、日本の自動車部品メーカーであるモリロックテクノロジーの関連会社の一つとなっている。また、トラック貨物運送のカーターエクスプレスは、アンダーソンに本社を置いている。両社とも、アンダーソンにおける主要な雇用種となっている。 アンダーソンを含むインディアナポリス都市圏の玄関口となる商業空港はインディアナポリスのダウンタウンの南西約1 4トル、アンダーソンの中心部からは南西に約7 0トル離れたインディアナポリス国際空港である。同空港には主要航空会社が各社ハブ空港からの便を就航させている。アンダーソン市域東端 市中心部の東約5 5トルに立地するアンダーソン市営空港はゼネラルアビエーションと呼ばれる自家用機やチャーター機などの発着が主となる規模の小さい空港である。ゼネラルモーターズがアンダーソンに工場を置いていた頃は工場間を行き来する同社の従業員を輸送するための定期便が本社のあるデトロイトをはじめインディアナポリス、ココモ、デートン及び バッファローとアンダーソンとの間に就航していた。アンダーソンの地域を取り囲むように、その南端及び、東を週間高速道路 I-69 が、通っている。I-69 は、インディアナポリスから北東へ、フォートウェイニアミシガン州の州とランシングを経由して、カナダとの国境のポートヒューロンへと至る、高速道路である。インディアナポリスから、エバンズビル方面へ、さらに、 オハイオ川を渡って、ケンタッキー州以南へも建設が進められている。市内の公共交通機関としては、市当局が運営する、アンダーソン市交通システムの路線バスが7系統、運行されている。市中心部にあるキャッツのターミナルは、グレーハウンドと提携している、ミラー交通が運営する、フージャーライドという、インディアナ州を中心とした中長距離バスのバスターミナルも兼ねており、 インディアナポリス方面とマンシー、ホートウェイン方面を結ぶバスが停車する。アンダーソン大学、アンダーソン大学は、市中心部の北東約1 5トル、ホワイト川の対岸に163エーカーのキャンパスを構えている。同学は1917年にチャーチオブ・ゴッドが聖書学校として創立した私立大学で、学部でのリベラルアーツ教育を主としながらも、経営学、 音楽教育学、および、進学の大学院も有している。同学は学部に約1300人、大学院に約250人の学生を抱え、学生体教授の人数比11、1、全講義の8割は20人以下の学生数という、少人数制の教育を行っている。また、同学の学生の約1、7は、チャーチ・オブ・ゴッドの信徒が占めている。 アンダーソン大学は US ニュースワールドレポートの大学ランキングでは中西部の地方区の大学の中で50位前後に入る評価を受けている。アンダーソンにおける K12 課ほどは主にアンダーソンコミュニティ学区の管轄下にある公立学校によって支えられている。同学区は修学前教育校1校、小学校6校、中学校2校、高校1校を有し、 約6,800人の児童、生徒を抱えている。このほかアンダーソン予備学校という軍隊式の教育を行う小中高一貫のチャータースクールもある。同校は大学進学を見据えてリベラルアーツ教育を行うのに加えて、6から8年生の全生徒に民間航空パトロールの候補生プログラムへの参加を義務付けたり、 9から12年生が任意で空軍の少年予備役将校訓練課程に参加できる機会を与えたりと軍事協連も行っている。パラマウントシアター市中心部のランドマークともなっている。パラマウントシアターはメリディアンストリートとトゥエルフスストリートの北東角に立地している。この劇場はジョン・エヴァーソンが設計し1929年に建てられたもので、 パラマウントが所有していたことからこの名がついた。エヴァーソンが得意としたアトモスフェリックシアターと呼ばれる様式で内装はスペインの家屋や街並みをまた天井は星空を模していた。この劇場ではボードビルの上演及び映画の上映が行われていた。当初の設計では7階建てでホテルやその最上階のボールルームも設けられる予定であったが 世界恐慌の影響で3階建てに縮小された。1985年に閉館後、1989年には取り壊しの危機にあったが、地元の弁護士が始めた保存活動が功を奏し、改修後、1995年に再開館した。再開館にあたっては、席を広く取るために1700席から1458席に減らされた。また、 当初の設計にあったボールルームが3階に設けられた。再開館後、この劇場は建てられた当初と同様に映画の上映のほか、様々な公演やイベントに用いられている。パラマウントシアターは、改修中の1991年に、団体で国家歴史登録罪に指定された後、2006年に市中心部がアンダーソンダウンタウン歴史地区として、 国家歴史登録財に指定された際に、その構成物件の一つとなっている。アンダーソン美術館、パラマウントシアターから北へ2ブロック、西へ1ブロック、テンスストリートとジャクソンストリートの北東角には、アンダーソン美術館が立地している。同館はもともとは、1890年代の天然ガスブームの最中に、アンダーソンに移り住み、数々の事業を成功させた、実業家。 ウィリアム・ジョン・アル・フォードの娘・ネリーが1966年にその家屋と土地を寄贈して開館したものであった。収蔵品の増加により手狭になったため、1998年、同館は1905年に建てられたカーネギー図書館に移転してきた。このカーネギー図書館自体は美術館が移転してくる前、1985年に国家歴史登録財に指定されていた。 同館は様々な芸術作品を収蔵、展示するほか、館内外での芸術教室も開催している。グリーンウォルドハウス市中心部のやや北側、メリディアンストリートの一本東を通るメインストリートとセブンスストリートとの北東角、ホワイト側の菓子近くにはグリーンウォルドハウスが建っている。第二帝世紀建築様式のこの家屋は1860年に アンダーソンに移入したドイツ系移民で、そこから10年で実業家として成功し、アンダーソン有数の富豪の一人となったマーティング・グリューンウォルドの邸宅であった。元々の家屋は1860年に建てられたものであったが、1873年にグリューンウォルドが増築して完成させた。この家屋は1970年に市が歴史的家屋として保存すべく買い取り、 修復した後、博物館としてその庭園とともに一般に公開されている。また、同館では南北戦争時の資料も調査、研究用に保存している。グリーンウォールドハウスは1976年に単体で国家歴史登録財に指定され、その後アンダーソンダウンタウン歴史地区の構成物件の一つとなっている。市中心部から南西へ約2キロメートルに立地する。 アンダーソンスピードウェイは一周一、4マイルのショートトラックのオーバルコースである。このサーキットでは毎年メモリアルデーの前々日、すなわちインディ500の前日の土曜日にリトル500というレースが行われる。アンダーソンはピーナッツの中でも言及されている。作中でスヌーピーが愛読する架空のサッカーヘレンスウィートストーリーによるウサちゃんシリーズの一つには、 1971年4月13日に、書室の6匹のうさちゃん、インディアナ州のアンダーソンで途中下車というタイトルの本がある。なお、ピーナッツの作者、チャールズ・エム・シュルツは、1963年にアンダーソン大学より名誉学位を授与されている。以下に、アンダーソン氏における1850年から2020年までの人口推移をグラフ及び表で示す。 インディアナポリスカーメル・アンダーソン都市圏及びインディアナポリスカーメル・マンシー広域都市圏全体の人口についてはインディアナポリス都市圏を参照のことありがとうございます。